ソーシャルスキルトレーニングを学んでもらいます。放課後残ってください。え、マジで？嘘です。黒岩、何やってん？大丈夫？あれ、頭打った？さっきなんか変だ。ああもう、いいからこれ以上自分でもイライラさせないで。わけわからないの。周囲は雨を喜び、冬時節を知り、春にあたりてすなわち発生する。先生のこと好きになっちゃいました。好きになっちゃいました。もうどうしていいか全然わかりません。僕のどこが好きですか？僕のこと嫌いにならないでください。ダメだ、このままじゃ。僕は僕のことも先生に好きになってほしい。誰かを好きっていう気持ちは消せない、絶対に。からかって言ったわけじゃなくて、先生が好きです。なんで僕のことなるべく見ないように話しかけないようにするんですか？好きって言ったから。子供扱いしないでください。これ以上はありません。なんで逃げるんですか？じゃあはっきり言うけど、こういうの迷惑だからやめて。俺はただ先生と一緒に楽しくなったり、おはようございます、優しくしたりしたいだけなのに。僕にはひじりちゃんしかいないから。僕はまんまがいいです。今のまんまのひじりちゃんがいい。僕、先生が好きです。好きな人に会っちゃったの、ひじりちゃんは。相手中学生ですよ。そうだよ、だから離れた。でも好きなのは彼。ひじりちゃんいなくなっちゃうぞ、今日出て行っちゃうぞ。先生、先生、確かめ合うのに必死で、周りが見えなくなって、いろんなものを失って。もう忘れて。あれは間違いだった。いけないことなの。あなたが15だから。僕の15の夏から消えた。なんで先生好きになっちゃいけないんだよ。聖が真剣になればなるほど周りは思うんだよ、あの人おかしいって。分かってもらえるなんて思ってない。うまくいくわけない。みんなに反対されて
二人で酔いしれて、その代償がこれ、自業自得。後悔しません。会わないように、逃げるように離れたけど、あの日見た彼を何度も思い出して、元気そうでよかった。笑っててよかった。どうしたら忘れられるの。日のあの時のまんまです。私も同じ、あの日のあの時のまま。黒岩君が好き、本当に彼を思うなら与えなければいけなかった。時間や距離や可能性。いずれちゃん先生、やめてほしくないんです。頑張れー。あれだけ好きだった仕事諦めていいんですか。後悔してほしくないんです。私たちの決意は固い。待てる。黒岩君が力をくれたの。この先一人で立っていく力、きっといい先生になる。さよなら黒岩くん。先生のこと好きになっちゃいました。黒岩くんが好きです。